ライブが終わったので、1時間半ぐらいしましたからね。ちょっとお腹いっぱい。お腹いっぱい？ケーキ食べました。胸いっぱい？気持ちがいっぱい？お腹いっぱい。そういうとくじゃなくて。お腹いっぱい。お腹いっぱい？ケーキ食べたから？あらららら。ジョンもそんなお腹空いてない。本当？ケーキ食べたから。だけどイクラは食べれる。だけど野菜なら食べれる。はい、ということで、今回はね、スシローでお持ち帰りをね、テイクアウトしてみました。イエーイ、めちゃ美味しそう。初めてなの、見てください、これなんか、こうなんか握り寿司みたいになってて。そうなんですよ、すごいですね。これ、こんな感じで。自分で包めるんですよね。これが多分、軍艦みたいにして、納豆がない。海苔がないんだけど、ね。納豆がない。家の海苔使おうか。いくら2つある。うん。こんな感じで、ね、どうせで納豆がないんですか。これはお家で作りました。ブロッコリーとか。納豆はお家で作りましょう、ね、どうして納豆がないんですか。納豆は家にあるよ。お家で作りましょう。納豆食べたい人はお家で食べましょう。どうですかね、初めてスシローで頼んでみた。でもさ、このポテトとか完全にスシロースシローかな、うん、こんなポテトだったっけ。このポテトだった。でもさ、スシローのポテト結構食べてきたよね。この見た目スシロー、うん、ほらこのこれだよ、これだよ、これね。わかるわかる。お、納豆来ましたよ、しおちゃん。納豆、納豆来ました。しおちゃん、あ、やばい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 、あったまい。おなんでそれがおたまえとか言うの。もう疲れてんの、ママ今日は。ママ限界なの。卵醤油ダレの納豆が好きです。お説明いらない。なんでだってさ、納豆のパック見せてもさ、つまんなくない。だったらどの納豆を食べてんのってなるじゃん。だから納豆だよ。あ、納豆だよ。醤油だよって。納豆だよ。醤油だよ。もういい、食べよ。もうお腹空いてんだよ。そっか、空いてないよ、ママ。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。パパ、足出して。え、足、大きい醤油持ってこようか。ここの足出して。え、スシローの醤油が良くない。いい、それでもやりづらくない。コロン、それでコロン、コロン。いただきます。取って、醤油がない。リムシャマ、やばい、お腹空いた。まだ取ってるよ。どうぞ。本当？シロン。シロンのご飯食べた。ダメ、シロン。これ、これ食べた、これ。シロン、一回降りない。ママ、食べない。うん、じゃあ、ということで、バイバイ。誕生日だから少し取りますよ。うん。どう？まだ食べてない。ブロッコリー美味しい。なんでブロッコリーから行くかな。普通こっちから行くでしょ。醤油。何食べる？ポテト。ポテト食べよう。ポテトか。いただきます。いただきます。いただきます。パパ、あんな、あ、醤油かけた？うん、でもイクラには醤油かけない。シロン、シロン、ダメよ、シロン。シロン、おいで、こっち。シロン、リミ、シロン。シロン、かわいい。シロン、ダメよ、食べちゃう。シロン、イカ降りちゃうね。ごめんね。シロンと一緒。あ、ごめん、シロン。イカ降りるよ、ごめんね。よし、オッケー。よいしょ。一番手にサーモンいっちゃっていいっすか。いいっすよ。いいっすよ。ありがとうございます。いいっすよ。お寿司作ったらさ、一回ちょっとこっちに紹介して。できました、お寿司。いくら食べちゃったよ。どうですか。見てください、こちらの美味しそうなサーモンのお寿司でございます。トマブルが乗ってて、私が作ったって感じですね、もう。私天才。天才なの。ほら、私天才じゃない、めっちゃ綺麗に作った。スシローのわさび入ってるよ。ママ。でも上手。いただきたいと思います。はい。いただきます。どうかな。どうすか。笑ってる、怖い。スシローまんま。うん、本当。うん。でもそうだよね、きっとね。だってスシローで買ったんだもん。美味しいね、これ。美味しい。うん、サーモン美味しい。ポテトがスシローだよ。これ値段も一緒だしね。あ、そういうこと？一緒なの？あ、違うのかな。でも、あと、でも一緒。でもバーバが安いんだよねって言ってた。うん。
美味しい。ヘビがすっごい大きいな。これネタ大きいね。めっちゃ可愛い。ね、これも食べれるかな。うん、食べれる。美味しいと思う。見てくださいこの大きさ。大きいよね。見てください。シャリ大きいです。見てください。シャリが大きいの。あ、間違えた。ネタ。ママ。いやママは大丈夫。ヘビでかい。まだ衰えてません。美味しい？うん。シロンが落ち着いたね。落ち着いてるシロン。コロンはコロンはパパのところにいます。コロン。ずる。コロンがまた。すごいくっついてくる。コロン。え？あ、見た。あ、見えた。うんうん。ちょっと引き止めないでよコロンを。コロンがかわいそう。引き止めないでください。すごいペロペロ。全然されてなかったよ。全然されてなかったよ。あー、やだやだって。こっちルーム？うん。青い方がパパとママ。また帰ってくれ。早くしたいな。こっち向いて。でもスープを持ってきたね。こんな感じで撮れ。ワン、ツー、スリー。練習練習。そうね。いいんじゃない？うん、かわいい。完璧じゃなくてもね。オッケー。だってリミが TikTok やりたくないって言ってそれでしょ。そうこの曲覚えられない。この曲を使うでいいんだよね。そうだよ。で、これでいいよね。いくよリミ。いい？今の1倍速でいいよね。いまーいいリミちゃん。どうしょう様。どうですか。いいですか。どう。いいですか。リミがこんな感じです。いいですか？ OK です。 OK 出ました。本人からじゃあこの TikTok をねお誕生日記念にあげたいと思います。白黒きた。喧嘩しないんだぞ。8時42分だよ。今8時41分なの。時計狂っちゃったかな。時計おかしくなっちゃった。はい、お風呂から出ましたね。もうすぐ誕生日終わっちゃいますね。はいはい。終わりでしょ。10歳。今日で9歳終わりでしょ。なんで8枚でしょ。ちょっかそうだよ。おやすみおやすみ。
寝る前はいつも動物の映画を見て寝てます。ネットフリックス。また見てね。また見てね。バイバイ。